24歳という若さでフェリテ4世付きの宮廷画家の地位を獲得し、後に17世紀のスペイン絵画の巨匠、そして画家の中の画家とまで称えられたディエゴ・ベラスケス、ローマ教皇インノケンティウス10世をはじめ、特に肖像画に優れた才能を発揮した彼は、写実的な描写では比類のない画家だけれど、彼は目の前にあるモデルを特に美化することなく、ありのままに描くことを特徴としたのだ。教皇にベラスケスの筆は正直すぎると言わせたほどなのだ。私は優美な画風で誰かの追随者になるよりも、そやな画風で先頭に立ちたいと思った。っていうのはベラスケスが残した言葉の一つだけれど、この言葉の中のそやという言葉が彼の作品を読み解く時の鍵なのだ。代表作のラス、メニーナスなど彼の描いた作品は細部まできっちりと描き込んでいるかのように見えるけれど、近づいて見てみるとそこには勢いが感じられる鋭い筆跡の集積があるだけのように思われるのだ。実は彼が大切にしていたのは作品が全体的にどのように見えるかという点であったと言われているのだ。だからベラスケスの伝記作者はこんな言葉で彼を称えているのだ。近くに寄りすぎると何が書かれているかわからないが、離れてみると奇跡が起こる。今回は以上でおしまいなのだ。また見に来てほしいので、チャンネル登録をお願いしたいのだ。じゃあバイバイなのだ。